中央弘前大鰐間 13.9 キロを走る港南鉄道大鰐線、岩木山を背景にひた走るローカル電車、鉄道写真の撮影ポイントとしても人気の高い路線ですが、季節は冬、キリリと冷えた外の空気が車窓から望む田園風景をより味わい深いものにしてくれます。撮り鉄するのも楽しいんですが、やっぱり列車は乗って魅力を感じるのが一番ですよね。今日乗ってる港南鉄道大鰐線は沿線に学校も多いということで、駅名に学校名が入った駅も多いんです。その中から今日は弘前学院大前へ、クリスマス気分を味わいに行っちゃいます。弘前学院大前に到着しました。駅前には商店街があるんですが、今日は商店街には行かず駅の反対側に行ってみようと思います。木村アナが向かったのは駅から徒歩3分の弘前学院大学。こんにちは。こんにちは。ご紹介します。今回の旅先案内人、弘前学院の長内さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。では早速、はい、行きますか。いや、ここですか。はい、いや、その前に、はい、この建物の前見てください、はい、国の指定重要文化財って書いてますよ。これはですね、はい、弘前学院の外人宣教士館といいまして、はい、当時、外国の方から来た宣教師の方が住んでいたところなんです。この建物今見ることできるんですか。できますよ。じゃあせっかくの機会なんで、はい、お願いします、はい。弘前学院は明治時代の日本におけるキリスト教主義教育の先駆者、津軽藩士本田洋一によってもたらされた青森県初の女学校。外人宣教士館はアメリカから来日した婦人宣教師の住居として建てられた洋館です。洋館の中にいると、はい、こう出窓とかあっておしゃれではあるんですけれども、はい、なんとなくこう座ってるとちょっと落ち着くなっていう感じがするんですよね。そうですね、やはり部屋の間取りとか、はい、そういうのはいろんな洋風な建て方してますけども、はい、建具だとか例えばその椅子の下の引き戸がですね、はい、これ和風なんですよ。その辺が非常にこうしっくりするところじゃないですかね。本当に和洋折衷で作られてるんですね。こう、まあ、その通りですね。明治時代のアメリカ建築、宣教士館の様式を伝える優れた洋館として1978年国の重要文化財に指定されました。館内の木材はすべて青森ヒバを使用しています。弘前学院はですね、はい、1886年明治19年に創立しました。来年で130周年になります。そのうちこの建物は何年ぐらいあるんですか。110年経つんです。110年ですか、はい。最初は日本の普通の家屋に住んでいたわけなんです。そうしましたら復興にもですね、火災が起きまして宣教師の方が亡くなった方がいるんです。そういうことがあったんですか、はい。でそれだとやはり弘前学院としてもきちっとそういう宣教師の方に将来的にも教育していただくということで、外国のアメリカの方からいただいた資金でもってこの建物をその20年後に建てたわけなんです。それから歴代のその宣教師の方はここに住まわれて、はい、弘前の人たちにこういろいろなことを教えたと。そうです。じゃあこの建物なくして、はい、弘前の教育の歴史ってもしかしたらなかったかも。そうかもしれないですね。知れないですね、はい。現在は6000冊にも上る蔵書を収めた資料館となっている外人宣教士館。見学は無料ですが事前の連絡をお勧めします。木村さん、はい、弘前学院大学にはもう一つ見ていただきたいところがあります、はい。それがこちらの大学礼拝堂です。お、立派な建物ですね、はい。それと先ほどの建物と一緒でこうピンクが鮮やかで可愛らしいイメージもあっていいですね、はい、いいでしょう、うん。弘前学院大学の礼拝堂は
毎週木曜日の礼拝や学校行事のほか、広く市民にも開放されています。事前に申し込めば誰でも利用可能。結婚式、演奏会に使われることも多いのだとか。このステンドグラス本当に立派ですね。そうですね。ちょうど今時間がいいのか、真ん中のあたりに日が来てますね。はい、ちょうどですね、これ太陽の光でこういうふうに、はい、いい具合に見えるんですよ。礼拝堂は2000年、生き方を考える場として作られました。ドイツ製のステンドグラスはキリストの生誕から昇天までを描いた18セットのうち3つの場面が移築されました。そしてその隣にあるパイプオルガンもかなり歴史がありそうですよね。はい、ね、これはですね、135年そんなにですか。学校よりも古いんですか。5年ぐらい前にできてるんですね。当時イギリスの方から15年前に持ってきた時に、イギリスとのその湿度の差があるんですよね。で最初鍵盤の方がひび入って、湿度の差ですか、バリ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 割れてたんです。数年しましたらようやく馴染んできまして、今はもう最高の音を奏でてやってます。さらに夜の礼拝堂はクリスマスを控えたこの季節ならではの光景が。今回は冬のお楽しみをもう一つ、弘前学院大学前から2駅中央弘前駅周辺では恒例の弘前エレクトリカルファンタジーが始まっています。ふるさとでキリスト教教育の普及に努めた弘前学院の創設者本田洋一、その時代を物語る教会施設もライトアップされています。また青森銀行記念館では弘前市プロジェクションマッピングを開催、デジタル花火の打ち上げもあります。歴史ある建築物を舞台にした冬を彩る光のファンタジー、ぜひ電車の旅でお楽しみください。